今大会のトーナメント表はご覧の通り。一次予選から始まり、二次予選を勝ち抜いた3名と絶対王者ウイチが決勝戦で相まみえることとなる。ここまでの最大連チャン数は電飾花尾の6回、チャレンジャーは残り3人。一次予選を勝ち上がるのは誰なのか。さあ、ということで始まりました第3回リノ世界一決定戦一次予選の、私ニュージェネレーション枠として参加させていただきました3人目の重心伊達でございます。ということでここまで1戦目2戦目とすでに終わっているようで、結果の方を聞きました。今のトップがデチャウさんの、電飾花尾さんがなんと6連ということで、85% ですかね、この台リノの、ここまでシリーズの中で一番の継続率を誇る 85% で6連中のはね、さすがに厳しいと、厳しいっていうかありえないんで、ちょっと僕こう、ね、ニュージェネレーション枠として、まあ、一番無名ではありますが参加させていただくので、まあ、20連ぐらいサクッと僕の中ではいけるかなと思ってるんで、ちゃんとですね連チャンしていいとこ見せようと思うんで頑張りたいと思います。そしてここで勝ち上がって、まだ2次予選があって、その後決勝とあるみたいなんですが、なんとか勝ち上がれるように頑張っていきたいと思います。ということで、早速実戦の方スタートしたいと思います。一次予選では各自5回のトマトチャンスが与えられ、最大連チャン数を競い合う。そこで1位となった者が二次予選に進む資格を得ることができる。さあ、ということで早速実戦スタートします。トマトチャンスは5回チャレンジできるようです。で、このレバーでトマトが立ちます。で、もちろんトマトは3択ですね。ちょっと逆挟みでいきましょう。僕はもう赤7で最初スタートすると決めてきたんで、新幹線の中でね、いきます。これが絶対重要。まず気合でいきます。一発目、よいしょー、つきかー失敗、一発目しゃあない。あー、くっそー、これでもう1回チャレンジ終わり。これ僕あと4回多分失敗したらこのまま多分帰らされる。で、もう1回、行くんですが、あ、でもね、僕ね作戦があるんです。実は無策じゃないです。今回の理論、なんと逆ハサミで消化すると何が立ってたか分かるらしいんですよ。で、ここレモンなんで多分緑がこれ正解やったんかな。なんで緑やろ、次赤や、もう1回チャレンジします。さあ、じゃあ2回目のチャレンジいきます。で、もう一回言っとくと、この中リールの中段の図柄に注目です。逆挟んだ場合ね。で、これレモンやったら緑のトマトが正解やった、緑の近くので、リプレイやったら赤の周辺のトマトが正解やった。で、ここが、トマトやったらブランク周りが正解やったと。なんでさっきの僕の叩き方やと結局緑のフラグやったんですよ。だから別のレバーでいきますよ。次、遅れた、遅れたとかに気を取られとったらダメです。今のレバーはこれ赤のレバーっす。いきますよ、いくよ、おらー、もらいました。1回目のトマトチャンス2分の1正解率。今でこれがね、多分今回マジ重要。5回中何回トマト揃えるか。あっ、これが危険、危険やけど、あで、これ転落目ね。こっからが怖い、折れろ、うわー、リップ続いとるか。これ揃ったらいよいよやばい。お、落ちた、ちょっと待ってちょっと待って、マジかよということで、マッチャンス正解したんですけど、1回もボーナス引けずと。まさかのボーナス引けず3回目を迎えたということなんですが、大丈夫です、僕レバー覚えたんで、実はさっき赤のレバー、もう一回赤でいくんでね、ちょっと待って、赤のレバーいきますよ、頼むぞ、おいそういうことなんですよ、そういうことなんですよ。僕ね結構得意なんですよ、このトマト当てんの。ちょっと待ってな、
いきなりピンチ目出てますけど、まあさっきのボーナス引けず終了、あれはたまたまです。そんなことはそうそうないっす。さすがにピンチ目出とるけど大丈夫。お、もうこれ超チャンスです。やっぱり今までのピンチ目全部大丈夫やったってことや。とりあえずこれはコイン狙った方がええな。もうこれ多分下段レモン 90% ぐらいあるやつじゃないかな。これ多分9割方当たるんで、当たったでしょ。全部大丈夫やったってこと。まあこれが1回目のボーナス。先は長い、20連ですからね、目標は僕の。ピンチ目セーフ&ピンチ。あのね、結構リノ打ってるとピンチ目出るためにドキ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 するじゃないですか。あれダメっすね、多分。全然気にしちゃダメ。ピンチ目出たって基本的には大丈夫ですかね。基本的には大丈夫は言い過ぎかもしれないですけど、4分の1ぐらいで本当に落ちる。これだって前全部今まで大丈夫やったってことですからね。ガンガンいかないと。あっ、うん、当たりやろこれ。これ当たりっすね。リポ折れたんで、こうかな。ここ違わない、500当たってますね。 OKOK、 よかったよかった。これがうえ2回目のボーナス、2連目。簡単簡単、やっぱよう当たるわ。で、何話しとったっけ。あ、そうそうそう、50、おい話すとチャンスが来る。おい、これ単独かな、確定リプレイか。3回目、マジ簡単。はい、3連目。さあ、ということで3連目が終了。全然終わる気がせんねやけど。全然大丈夫、あんなピンチ目なんて。あっ、これ何、これプレミアム演出じゃない。おい、な、狙いましょう単独。よいしょー、プレミアム演出出て4回目。あと2回でとりあえずタイ、暫定タイにはなりますね。でもリップもこやんな、リップ。おい、ド集めじゃない、これド集めや。アモと集め、これ揃っても下段レモンは 90%、 絶対揃うんかな。うん、これ当たってでしょ、 90% ぐらいあるんで。おい、おいういとか言って、5連目。このテンション大事やから、このウィーっていうのも大事やから、僕ホールで小声で言ってますから、ウィーっつってっていうことで5連目、簡単簡単。次で電飾花尾さんに並ぶんかな。うおい、これよ、もうさっきからこれほんま気持ちいい。 あ、そうかそうか、このパターンもあるな。これコイン揃ってブルルンブルルンっつって、これ確定リップかな、確定リップっていうんかな。えい、これが6連目。よいしょ、並んだタイ、これでタイ。次引ければ僕が暫定トップかな。よしよしよし、いいよ。さあ、まずはこれで僕がトップ立てるかどうかの次勝負どころ。お、リプレイ続いとるか。大勝負やった&ピンチ。あ、ショートしたんじゃない、下バネ。うえー、ショートしてるね。よいしょー、7連目。これで暫定トップ。あ、これあれや、天下布武。いいねー、楽勝っす。全然大丈夫、思い込ませ。こう思い込ますことで俺のレバーがまた仕上がってくる、どん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 。下段トマト出た、もちろん確定ですよ。下段トマト、ここトマトがよかったな。下段トマト、中段トマト確定ですからね。これがよいしょー、8連目。全然、まずは2桁目指すところはね、2桁、15連、最終目標20連。
たまに止まるんですけど、これ多分熱いよな普通に考えて。あ、中段トマトじゃないこれ。おい、中段トマト確定。はい、これが9連目。さあ次で2桁ですよ、10連目。おい、当たりましたね、小山。いいねー。あ、すげえ、レバーオンの音がじゃらじゃらじゃん。はい、これ10連目。バーで揃えたろ、10連目は。はい、失敗。これで10連。うん、まだまだ目標20連で新幹線乗ってきましたから僕。20連、これの倍。今で僕これどれぐらい消化してるんですかね、この降格状態というか、この状態を、それが知りたいな。わっ、バウンドストップで祝福。11回目。よっしゃ、俺これ勝ち上がれるぞ。よいしょ、11連目、バー揃い。これよ、夢か月で祝福、余裕です。いやだってこれそもそもまだ僕ら勝ち上がってもこの先もう一回なんか予選っていうか何かがあるらしいんで、まあ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 いけるでしょう。11連でここまで。お、これ中段トマトか。よっしゃー、12連目。これええよな。うん、12連目。はい、これ12。ドゥルル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 ル。簡単。マジおもろい、クソレンチャンするこれ。12連。あ、でも当たるから、すぐ当たるから。はい、13。あと7連はしよう、最低ね。僕の目標、あい。マジで当たるやんこれ。やっば、当たりました。13、1ゲーム連、14やったらしい、14連目。ってことはあと6回やな、目標まで。これ下手したらこれね、一生終わらんまである、これマジで。これだって終わる気せんねやけどマジで。はい、15連目。まあまあもうね、こうなってくるともはやね、15連とか来ると MB じゃねえや、ピンチ目をね、いくら飛行が終わる気はせん。あ、やべ、ちょっとリプレイ続いとる。ピンチ目から、あ、これやばいか、ピンチ目後出始めた。あ、これは終わったかもわからん、さすがに。15連。ただ僕にはまだまさかのあと2回もトマトチャンスチャレンジ、トマトチャンスできると。さあということで、トマトチャレンジ4回目いきたいと思います。まあ、15連しましたけど全然満足してない僕は。そんなもんじゃない、20連。いきますよ。ただレバー覚えてない、2回連続当ててますからね、赤で。赤のレバーが、あー、このね反動もね僕大事にするんですよ、この反動も。どうしような、どうしようなっていうかね、僕は決めてるんですよ、実のこと言うと。言っちゃいますけど僕はね、死ぬまで赤しか押さない、無理か。くそ、くっそ。あ、レモンやってことは、緑か、正解。また緑か、赤のレバーや。今のさっきの緑の感じから若干ずらした。
はい、行きます。頼むぞ、バチン来いよ赤。くっそあー最後ブランクや。若干ずらせたけどな、緑からな。最後はブランクでしたね。はい、ということで、僕のチャレンジこれ終了になります。僕の記録は、結局トマトチャレンジ5回あってトマト揃ったが2回で、連チャン数が0連と15連ということで、僕の記録は15連ということですかね、っていう感じでした。ここまでの最高記録が15連ということで、トマト揃い最低3回はしたいです。15回超えられるようになんとか頑張りたいと思います。それでは1回目のトマトチャレンジいきます。ああ緊張する。よし、これで全部赤菜狙います。赤菜の下のトマトはキラキラしてて一番美味しそうなんで、もうそれ決めてきました。いきます。ああ忘れました。では2回目いきます。よし、あー緊張する。よし、いきます。あああーそろそろ揃えないと仕事が終わっちゃうんでいやでもここで変えるか、このまま赤の狙いでいくか、うん迷う。緑でいこうかな。ちょっと気分を変えて緑でいきます。いきます成功しましたあーびっくりした。最高記録が15連なので、お、なんか言った。これ、あー一連よかった。セーフ。あ、これはピンチ目。あーこれはまだ落ちてないかな。あ、落ちてるかな。落ちてるかな。落ちてるっぽいな、落ちてるっぽいな。一連あ、いやどうしようかな。さっき緑で成功したけど、でもそろそろ赤来ると思うんですよね、確率的に。赤でいきます。あと1回まあ、赤いきますか、最後は赤。よし、いやそろそろ来るはず。あーよし、いきます。最後、あー勝ったよかったよかった、あーよかった。最短で仕事終わるとこでした。おーよかった、はい、一連4ゲーム、一連自己記録、一連更新しました。あ、更新した自己更新、あ、違う対 85% ですからね。よし、1ゲーム連ですよ。これで3ゲーム2連目です。今2連したんで、まだまだ。おーし、
三連5ゲーム。お、あ、バウンドした。わかった。よし、じゃあちょっとバーを狙ってます。あ、失敗しちゃった。次やります。8ゲーム4連目です。調子出てきました。やばいやつ。どうかな、落ちてるかな。アウトですか。はい、というわけで4連で終了です。あっという間でした。お疲れ様でした。YouTuber なんですよね、普段。だからもう動画で見せることに関してはもう誰よりも自信がありますし、もう間違いなく一発目で、もう5回もいらないんで、今回もこの一発目で決めたいなと思います。それでは早速いきます。もうこれ TC 成立してるんで、さあこれ1枚左のリルですね。ここで揃えば TC と。僕1回でいいです。で僕も今ここに呼ばれたのはもうニュージェネレーション枠、まあ、新しい世代ですから。で今ここで今このリノある、僕いる、もう運命なんですよね。だから僕は見なくていいんですよ。見る必要なんてなくて、心で感じ通せばいいんじゃないかなと。僕あえて見ません。運命に逆らわずにいきたいと思います。いきます。そういうことなんですよね。やっぱそういうところなんですよ。運命なんですよ。やっぱり今この運命のトマト、これ大事に大事に育てていきます。いきます。わあドキドキするな。この感じがやっぱいいっすよね。お、これが、お、バウンドストップ。これ多分プレミアですね。当たるんでしょう。よし、これで終わり。11ゲームです。ビッグボーナス。危ない。よかった。危ない。いや、速攻落ちしたらもうね、めちゃくちゃ叩かれるところでしたよ。危ない。さあここで1回目終了と。もうあの新時代を感じるトマト、この新時代を感じるとどこまで伸ばせるか。おお、これで一応渡りと。2連目ですね。あ、これ下段にも揃うんだ今回。あ、でもあの音が出た時に揃えると。これですね、これキュイーンって音が鳴ったら揃えると。2連目。あと13連、あと伝説まで13連ですから。さあ行きましょう。なんかこのなんか独特な感じですね。なんかこのなんだろう、黙々とこのリノを打つっていう。でこう壁がいつも一人なわけじゃないですか、僕とリノの勝負。でも今回はあの違う人たちがいるわけなんで、この壁はでかいぞ。さあ 15% ぐらいで当たります。でこれで当たってないと。お、ここで告知。これで大当たりですね。これで揃えると。はい、11ゲームビッグボーナスです。ありがとうございます。あれ、僕見逃してますか。もしかしたら転落してるか。これ一見転落してますよね、誰が見ても。お、そういうことか。ありがとうございます。いいっすね、なんかいいっすね。なんか裏切られたと思ったら、なんか寄り添ってくるみたいな女の子、キャバクラの女の子みたいですね。はい、19ゲーム、これで大当たりですね。おお、おお、一打をびっくりですよ。これ下段トマトですね。これが噂の下段トマト。でも分かんないですけどね、前の人は分かんないですけど、多分あんなすごい当て方をしたのは僕しかいないでしょうね。いきましょう。これで5連目。ありがとうございます。
22ゲームボーナス、ビッグボーナスですね。あんまり長い尺取らせませんから大丈夫です、ここで決めますんで。なんかみんな行く気してるでしょ、もう僕もう流れ完全に僕ですから多分ね。なるほど、怒涛の波状攻撃ですね。これはサッカーだったら優勝しますよこれ。さあ10、お大当たり、10ゲームビッグボーナス。いやなかなか終わんないですね。今までだったら完全に終わりを意識してる時なんですけども、こんだけいろいろあったんですけど、なんやかんやいる、この体験をすると、あ、もしかしたら一生終わらないんじゃないかっていう気持ちにさせられますよね。だからまあ、おお、喋り出そうとした時に波長が全然合ってないです。さあ行きましょう、10ゲーム下段で揃います、ビッグボーナス。いいっすか、あ、すいません、すいません、行きます、すいません。ビューが動きましたね。多分今なんか怪しいなって思ったんですけど、やっぱ当たってますねこれね。これで当たってないことなんてあるんですか。それは思わせぶりでしょう。ああ、当たってるね多分ね。こういうことですよ、僕のショータイムが始まりますから。まだ始まってなかったんかっていう話なんですけども。さあこれ17ゲームいきましょう、ビッグボーナス。いやー全然何だか分かんないですけど、すごいいい感じの歌ですね。これはやばいんじゃないか。一応転落目かな今のは。先告知、多くは語りません。6ゲームビッグボーナス。おお、いろんなところであるんですね。これで大当たりでしょう。さあ当たりました、5ゲームビッグボーナス。おお、最後がリールバウンドして当たりと。いくぞこれ、俺の時代か。9ゲーム、さあこれでビッグボーナス。当たりですね、まあ、子役の時はここベッドで告知することが多いんですかね。12連目本当に行くぞこれ、いいのか、なんか行っちゃって、なんか行ったら行ったでちょっとドキドキしますね。さあ12連目終了、一つしかない切符、もうあと3回で行けちゃいますから。持ってる人はやっぱさ、あ、オッケーオッケー、持ってる人はやっぱそういうの一発で、そういう持ってる人はね、こういうなかなか見れない演出までこう見せれるんですよ。それが YouTuber なんです。ありがとうございます。はい、2ゲームビッグボーナスですね。待てと、落ち着けってことなんですよ、落ち着きます。さあ13連目が終わりました。さあこの辺で本当に僕が上がっていいのか、もう一回考え直さなきゃいけない時間ですね。僕で大丈夫なのかと、自分から出といて本当に僕でいいのかなと思ったりしますよねこれは。まあ、ただもう選ばれしものですから、もう運命で決めたトマトがここまで伸びてくれてますから、それはもう行くしかないんですよ、運命に従うしかないんで僕は。14回目のボーナス当たりました、感無量です、ありがとうございます。本当に俺行っちゃうぞ、あ音鳴ってからなんで気持ちだけ流行っちゃってますけど。さあこれで14回目のボーナスが揃っちゃいました、ありがとうございます。9ゲームですね、よっしゃ行きますか。まあ大丈夫でしょう、今までの流れがあればすんなり行って決めましょう。おっと
すんなり行きましょうって言ったのこう全力で止めにくるこう世界の壁、世界のジューシーさんみたいな、でかいな、ちっちゃい巨人だなそれはな。さあこれ大丈夫、さすがに落ちません。今まで幾度とないね苦楽を僕はこいつと共にしてきたんで、僕のイメージ、僕の思いが乗っかってますから、僕はこいつと一緒に世界に行きます。まあさっきもずっとリプレイ揃ってても、まあ一応このレモンが当選しないとちょっとやばいっていうイメージだったんで、リプレイじゃ僕はねビクともしませんから。じゃあ状態が落ちてるとこのレモンの確率も上がるらしいんで、まだレモンが来てないっていうことはですよ、突然バウンドストップして、バウンドストップとともに僕の優勝が決まるみたいなこともありえるんで。おっとこれは落ちてるのか。いやちょっと待ってよ、そんなことあります？ここまで来て落ちることなんてあるんですか？ありえちゃダメでしょ。もうこの会場にいる人全員が今僕が上に上がるものだと思ってますからね。今僕自身も思ってますし、最後の言葉まで考えてたんですよ僕今。え落ちてんじゃないですか、これ絶対落ちてるでしょ。すげえドキドキしてる、めっちゃドキドキしてる。いやちょっとマジでないかもしんないですね。大丈夫かな。おおびっくりした。おお中断、ちょっと待ってよ、これトマトでしょ完全に。当たりました。さあこれでセーフと、うまっ、これはセーフ、アウト、アウト、アウトアウトらしいです。まさかの14連で終わり、ここまで来といて、まあ、1回目にしては上出来なんじゃないですか。まだあと4回あるんで4回頑張りたいと思います。14連は一旦忘れましょう、一旦忘れてもう一度運命に従いたいなと思います。運命っていうのは自分で引き寄せることもできますから、僕今ここにトマトで大連チャンする手相を今掘ってきましたから、カッターで、僕も決死の思いで、すいません頑張りたいと思います。じゃあいきます。ちょっと遅れましたねこれね。まあ揃うのか、そうだよな。さあここ運命に託したいと思います。目をつむって気持ちでいきます、気持ちで。はい、サイレント。じゃあ3回目ということで、1回目2回目と私運命に託してやってきたんですが、どうやらその運命はあまりこう信頼性がないとだんだん感じてきたので、3回はちょっと思考を変えて自力でいきたいと思います。自力でつかみ、やっぱ世界は自力でつかみ取らなきゃいけないんで、いきましょう。さあ何を狙おうかな、ブランクでいきましょう、ブランクで、ブランクでいきます。自力はこんな感じで、まだ後に帰りますから頑張りたいと思います。自力でいきます。さあ押して、でさっきブランク狙って、僕はどうしてもやっぱブランクを狙うのが好きなので、今までのリノもずっとブランクを狙ってきたので、今回もブランクを狙いたいなと思います。中島の本気いく、僕中島って言うんですけど本名中島の本気いきますね、いきます。はい、中島の本気。あ、それでは5回目いきたいと思います。でも泣いても笑ってもラスト1回ということで、僕自分の力だけではここはもう15連いかないということを判断しまして、自分の力以上を出すためにはどうしたらいいのか、人の技を使おう、人がよく使ってる方法を使って、あと1個2個乗せればいけるんで、それがこちらです、小冊子でございます。世界王者のウイチさんがよく小冊子をこうね、たまにこう使ってやられてるのを僕見ましたので、王者になられと、で決勝でお互いめくり合いをして楽しめればいいなと思いましたので、この技を使っていきたいと思います。ラストはね、ラストにふさわしい終わり方でいきましょう。じゃあ隠します、いきたいと思います。ラスト、泣いても笑っても最後いきます。ナイスー、すいませんでした。ジューシー伊達が接戦の末一次予選を通過。ジューシー伊達は二次予選の C ブロックで松本バッジ、
クリと対戦となる。次回は二次予選 A ブロック、12月29日配信予定。